マスターズの天国と地獄、過去の名場面トップ10を詳しく紹介。マスターズは1934年にボビー・ジョーンズとクリフォード・ロバーツによって開催され、現在まで続いているトーナメントです。世界四大ゴルフトーナメント大会の一つであり、ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで開催されます。毎年4月の第2週目の日曜日が最終日となるように日程が組まれています。マスターズ委員会から招待された世界各国のトッププレイヤーしか参加できず、選ばれし者が出場できるため特別感のある人気の大会です。そんなマスターズではこれまで数多くの名場面がありました。今回の動画ではそんなマスターズの名場面トップ10をご紹介します。本動画を見ればマスターズの試合をさらに楽しく観戦できるでしょう。なお本ランキングはスポナビファンの方の投票結果をもとに作成しております。前置きはここまでにし、早速ご紹介していきます。マスターズの過去の名場面トップ10。第10位、セベ・バレステロス。欧州勢初優勝&当時の最年少記録を更新。1980年、当時23歳のスペインのセベ・バレステロスが欧州勢初優勝かつ当時の最年少記録を更新しました。この最年少記録は後にタイガー・ウッズの21歳3ヶ月14日に更新されるものの、当時話題となりました。プレースタイルとしては攻撃型の飛ばし屋で、ドライバーショットはよく曲げてしまい、グリーンを狙えない位置からのセカンドショットとなることもあったのですが、正確なアイアンショットでグリーンを捉えてバーディーを取ることもあり、飛ばし屋かつショートゲームの達人と評価されていました。1983年にもマスターズを制しており、全英オープンも3度優勝するなど、メジャー通算5勝しており、輝かしい成績を残しました。しかし引退後の2008年に脳腫瘍と診断され、4度にわたり摘出手術を受けるなど闘病を続けていたのですが、合併症のため54歳で亡くなりました。ただ彼の素晴らしい功績から現在でも伝説として語り継がれています。第9位、初出場の中島恒幸。13番で13打の大叩き。1978年、当時23歳でマスターズに出場した中島選手は練習日から調子が良く、思ったほど難しくはない、1日2アンダーは軽い、4日間で8アンダーなら優勝争いに絡めるでしょうと、怖いもの知らずな発言を記者にしていました。しかし第2ラウンド13番ホールで2度クリークに捕まり、まさかの11オン2パットで13打を記録してしまいました。これはマスターズの全ホールで見ても、トム・ワイスコフが1980年に12番ホールで、セルヒオ・ガルシアが2018年に15番ホールで記録した13打と並ぶワーストタイ記録となっています。結局初日の80に続き、2日目も80を叩いてしまい、予選落ちとなってしまいました。11、12、13番ホールはアーメンコーナーと呼ばれており、風を読むのが難しく、池やクリークもあるため難しいことで有名で、勝負の明暗を分けるホールです。中島恒幸選手はこのアーメンコーナーで初出場の洗礼を受けたのでした。第8、フィル・ミケルソン。劇的バーディーでメジャー初優勝。2004年のマスターズ最終日、首位でスタートしたフィル・ミケルソンとクリス・ディマルコは前半にスコアを崩してしまい、大混戦となりました。そんな中抜け出したのはアーニー・エルスでした。エルスは8番パー5、13番パー5でイーグル、そして15番パー5でバーディーを奪い8アンダーとし、2位以下に3ストロークのリードを奪ったのです。しかしミケルソンも負けじとスコアを伸ばしていきます。12番、13番、14番で3連続バーディーを取ると、16番パー3では上り4メートルのバーディパットを沈め8アンダーのエルスを捉えました。エルスが先にホールアウトしたため、勝負はミケルソンの残り2ホールにかかっていた状況で、17番をパーとし、通算8アンダーで並んで最終18番ホールを迎えたミケルソンはティーショットをフェアウェイにきっちり置き、セカンドショットを乗せ2オンに成功しました。バーディパットは5メートルありましたが、カップの縁をなぞりながら沈め、悲願のメジャー初優勝を達成しました。カップインした瞬間、両手を上げ大ジャンプし喜びました。それまでツアー22勝を挙げながらもメジャータイトルは獲得していなかったミケルソンは、無冠の帝王の名を返上したのでした。また記憶に新しい方も多いかもしれませんが、2023年のマスターズで52歳のミケルソンは20位タイでスタートした最終日に65を記録し、ケプカと並んで2位タイでフィニッシュしました。優勝したジョン・ラームとは4打差あったものの、優勝していれば最年長記録となっていました。まだまだミケルソンの活躍からは目が離せません。第7位、タイガー・ウッズが史上初のメジャー4連勝。2001年のマスターズ最終日、
首位のタイガー・ウッズがスタートの1番ホールでボギーを叩いてしまい、2位スタートであったフィル・ミケルソンと並んでしまいました。その後もタイガーが伸び悩んで展開はもつれ、浮上してきたデュバル、ミケルソンと3つ共への展開となりました。デュバル、ミケルソンも食らいついていましたが、後半はタイガーが一歩リードする展開で、最終18番でタイガーがバーディパットを沈め優勝しました。このマスターズの優勝は、2000年6月の全米オープン、7月の全英オープン、8月の全米プロの優勝に続いての優勝となり、史上初のメジャー4連勝を達成しました。この偉業は前人未到でしたが、2年にまたがっていたため、年間グランドスラムとは認定されず、タイガースラムと呼ばれています。メジャー4連勝は大変な偉業であり、今でも伝説とされています。第6位、グレッグ・ノーマン。6打差首位から大失速。1996年のマスターズでは、グレッグ・ノーマンが2位に6打差もつけて最終日を迎えました。しかし、最終ラウンドは12、16番ホールで池に落とすなど、78を叩いてしまいました。一方、スタート時は首位と6打差もあったニック・ファルドは67で回り、2位に5打差をつけて逆転をしたのでした。この逆転負けにより、ノーマンはメジャーで通算8度目の2位となってしまいました。ノーマンの優勝が厳しい状況となった最終ラウンド終盤は、ファルドも心中を察して喜びを控え、ホールアウト後にノーマンを慰めました。80から90年代にかけて抜群の強さを見せたノーマンでしたが、メジャーの優勝は全英オープンの2勝のみと、タイトルには縁がありませんでした。ただ、PGA ツアー20勝、欧州ツアー14勝、ゴルフ世界ランキング1位は通算331週とタイガーに次ぐ歴代2位を記録しており、レジェンドプレイヤーであることは間違いありません。第5位、21歳のタイガー・ウッズ、18アンダーで初優勝。1997年のマスターズは、タイガー・ウッズが初日から70、2日目以降も66、65、69と通算18アンダーを記録し、4日間通して当時の最小スコアである270で優勝しました。この270はぶっちぎりの優勝でした。というのも、2位のトム・カイトが282で12打差をつけての優勝だったからです。またこの優勝は史上最年少の21歳104日での達成となりました。4日間の最小ストローク数は2020年にダスティン・ジョンソンが記録した268に塗り替えられましたが、12打の最多ストローク差優勝と21歳104日の最年少優勝記録は未だ破られていません。第4位、ジョーダン・スピース。魔の12番で痛恨の池ポチャ。2016年のマスターズは、前年優勝のジョーダン・スピースが連覇を狙って挑んでいました。スピースは最終日、前半の6番から4連続バーディーを取って通算7アンダーとし、2位に5打差をつけて大会連覇へ向けて好調を維持していました。しかし後半を迎えると、10番、11番と連続ボギーを叩いてしまいました。この時点では、残りのホールをパーペースでいけば優勝も見えてくる状況だったのですが、迎えた12番155ヤードのグリーン手前にクリークのあるパー3で悲劇が起こりました。スピースが打ったティーショットは、グリーンをショートし、傾斜を下って水面へと転がり落ちてしまったのです。9番アイアンでドローを打とうとしたところ、ミスになったそうです。ピンまで80ヤード地点にドロップし、第3打目を打ちました。すると今度はダフってしまい、グリーン手前のクリークに再び落ちたのです。続く第5打ではグリーンをオーバーし、今度は奥のバンカーに入れてしまいました。結局6打でグリーンオンし、ワンパットの7打となってしまいました。10番、11番、12番のわずか3ホールで6打もオーバーしたのです。その結果、首位はダニー・ウィレットとなりました。スピースはその後スコアを1つ伸ばしたものの、17番ホールでもボギーとするなど、後半は41を叩いてしまい、最終的に通算2アンダーの2位タイで2016年のマスターズを終えました。試合後スピースは、12番で集中力を欠いたことが痛かった。ティーショットだけでなく、なぜ打ち直しのショットをコントロールできなかったのか、なぜ最悪5で上がれなかったのか、そうしていたらまだ首位タイでいられたのに、と語ったそうです。また1965年、1966年のマスターズを連覇した経験のあるジャック・ニクラウスは、彼は本当に特別で、今まで数人しか成し得ていないことを史上最年少で果たそうとしたが、やり遂げることはできなかった。彼には同情するが、間違いなくこの経験から学ぶことができる若者だと分かっているし、この出来事が彼にもたらすものがあるはずだとコメントしました。第3位、ジャック・ニクラウス。史上最年長マスターズ制覇。
1986年のマスターズ最終日、46歳のジャック・ニクラウスは首位のグレッグ・ノーマンを4打差で追いかける展開で始まりました。試合に動きがあったのはアーメンコーナーに差し掛かる手前の9番、10番、11番ホールで、ここで3連続バーディーを取り5アンダーとしました。しかし続く12番パー3で2メートル弱のパーパットがスパイクマークの影響を受けてしまい外れ、ボギーとしてしまいました。しかしこのパーパットを外したことで緊張がほぐれたと後に語っています。続く13番パー5ではバーディーで取り返し、14番はパーとしました。一方2組後ろで回っていたバレステロスは13番でイーグルを取り、通算9アンダーとし、ニクラウスとは4打差となりました。ここからニクラウスが4打差を巻き返すのは難しいと思われていました。しかし15番のパー5から追い上げを見せました。フェアウェイから残り204ヤードの2打目を4番アイアンで4メートル弱の位置につけ2オンに成功したのです。このパットをきっちり沈めイーグルを獲得し、通算7アンダーで首位のバレステロスに2打差に詰め寄りました。続く16番パー3では5番アイアンでティーショットを打ち、90センチのベタピンにつけました。マスターズでは観客のことをギャラリーではなくパトロンと呼びますが、パトロンたちはグリーンを囲みスタンディングオベーションで素晴らしい活躍を見せるニクラウスを迎えました。当時一組後ろの15番グリーンでバーディーパットを打とうとしていた中島恒幸選手はその時のことを見たら、ニクラウスが16番でホールインワンしそうになったショットを打ってティーからグリーンまでうおって拍手でしょ。当然そのパットを入れたらまたうおってなるわけじゃない。そうすると地面が揺れる感じがするんだよ。揺れる感じがあるからこれを打たないでマークして、ニクラウスが16番でバーディーを取った後にこれを入れたのと当時の歓声の大きさ、盛り上がり具合を語ったそうです。そしてニクラウスは16番ホールをバーディーとして通算8アンダーでバレステロスに1打差と迫りました。追われていたバレステロスは15番パー5の2打目、フェアウェイから4番アイアンで打ったのですが、引っ掛けてしまいグリーン手前の池へ入れてしまいました。これによりこのホールをボギーとしてしまったバレステロスは通算8アンダーへと後退したのでした。またトム・カイトは16番ホールをバーディーとし、ニクラウス、バレステロス、トム・カイトの3人が通算8アンダーで首位に並んだのです。迎えた17番ホールではニクラウスが3メートル強のバーディパットを沈め通算9アンダーとし単独首位に躍り出ました。この時のパットを打って左手でパターを掲げるニクラウスの写真が有名で現在も語り継がれています。ニクラウスは両手でガッツポーズをし、実況もイエスサーと盛り上げました。他の首位対選手であったバレステロスは17番ホールを3パットでボギーにしてしまい7アンダーに後退しました。もう一人の首位対選手のトム・カイトは最終18番ホールでバーディーパットを打ったのですが、決めきれずパーとし、最終的に8アンダーでニクラウスには追いつきませんでした。その頃最終組で回っていたグレッグ・ノーマンが追い上げを見せておりました。なんと14番ホールから4連続バーディーを獲得し、ニクラウスの9アンダーに並んだのでした。しかし最終ホールでは2打目をフェアウェイの絶好の位置から打ったのですが、右のギャラリーエリアに打ち込んでしまいました。その後のアプローチはある程度寄せたのでしたが、結局8アンダーに落ちてしまい、ニクラウスの優勝が決まったのでした。このマスターズの勝利でニクラウスは史上最多となるメジャー大会18勝目としました。最終日のスコアは前半35、後半はなんと30のスコア65で、後半のスコア30は当時の9ホール記録に並ぶものでした。そして46歳2ヶ月23日というマスターズの最年長優勝記録も樹立し、現在も破られていません。第2位、タイガー・ウッズ、43歳で果たした完全復活優勝。2019年のマスターズの最終日のバックナインは一時2打差以内に10人以上が並ぶ大混戦となりました。最終組で回っていた当時43歳のタイガー・ウッズは15番パー5で2オンに成功するとバーディーを取り単独首位に立ちました。また続く16番パー3でも1メートル以内につけ連続バーディーとしリードを広げました。2位に2打差で最終ホールへ進んだウッズは2打目を強風の影響もあり大きくショートしてしまいました。続く3打目はピンまで40ヤードの地点からピン右上5メートルにグリーンオンさせ、パーパットは惜しくも外しますが、最後の50センチパットを沈め優勝を決めました。ウイニングパットを沈めた際は両手を上げ喜びを爆発させました。このマスターズ制覇は2005年以来の14年ぶり、
メジャー大会優勝は2008年の全米オープン以来となる11年ぶりで、メジャー通算15勝目とし、完全復活を遂げたのでした。優勝セレモニーでは取り乱すことなく自分のゴルフに集中できた、カムバックを果たしマスターズで優勝できた、息子が喜んでくれ、父親としての役割を果たせた、自分にとって最高なことだと語りました。第1位、タイガー・ウッズ、16番の奇跡、世界が震えた神業チップイン。栄えある第1位に輝いたのはまたしてもタイガー・ウッズです。2005年のマスターズ最終日の16番パー3、池越えのショートホールでウッズは1打目をグリーン左へ外してしまいました。続く2打目はグリーン左奥からのアプローチでした。そのアプローチはピンよりもかなり左の方向へ低く打ちました。このショットを映像で見ると、その位置に落としてピンに寄るのかと思うような方向です。しかしボールは急激に右にスライスし、カップに近づいていったのです。そしてボールはカップ付近へ転がっていき、縁で止まってしまいました。カップに落ちるのか、止まってしまうのかと観客の歓声も大きくなる中、一度は止まったボールがカップへ吸い込まれたのです。まさに神業のチップインバーディーでした。これにはウッズも感情を爆発させて絶叫し、観客の大歓声も沸き起こりました。試合はその後クリス・ディマルコとのプレーオフとなりましたが、それを制し、そのまま4度目の優勝を果たしたのでした。この神業チップインはマスターズ史上最高なのでは、常軌を逸してる、映画を見てるみたいだといった声もあり、伝説のショットとされています。いかがだったでしょうか。今回はマスターズの名場面トップ10をご紹介しました。トップ10を振り返ると、アーメンコーナーでの大叩きや歴史的な大逆転勝利など語り継がれる出来事が多く、改めて歴史のある大会であると感じます。今回ご紹介したマスターズの名場面は今後も語り継がれていくと思います。名場面を思い出しつつマスターズ観戦をすると、オーガスタの各ホールをあらゆる角度から楽しむことができ、より充実した観戦ができることでしょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をお願いします。